ます。二つ名はファイヤーインフェルノフレイム。以後お見知りおきよ。解説は我らが主神ガネーシャ様です。ガネーシャ様、それでは一言。俺がガネーシャだ。はい、アサシタ。おお、盛り上がっとる盛り上がっとる。ウォーゲームはオラリオにとって一種の興行だものね。見せ物にされる子供たちはたまったものじゃないけど。まあそれは言わんお約束や。お、アポロン来よったで。エスティア、ベルクラネルとの別れは済ませてきたかい？このウォーゲームに勝利し彼が私のものになったら、君にはオラリオから、いや下界から去ってもらうからね。ヘルメス様、間もなくです。ああ、じゃあ始めよう。ウラノス、力の行使の許可を。許可する。アポロンファミリアに参入。俺5番だ。おいおい、アポロンしかいないじゃ賭けになんねえぞ。エスティアファミリアに10万。ホールド、頭大丈夫か？これいいカモだぜ。見てやがれ。合図始まるよ。さあ、ただいま正午となりました。ウォーゲーム開始です。始まったな。とはいえ3日もある。いきなり仕掛けたわ。あれは、もう来ただと？だがたった一人だ、バカめ。なるほど、悪くない手だ。しかしこちらの兵力は100以上。君たちはわずか5人。あの程度で戦力差が埋まるかな。クロッツォの魔剣、まさか私がこれを使う日が来るとは。さあ出てきなさい。外はどうなってる？負けた！負けず攻撃されてる！何？ヒュアキントスからの命令だ。50人出撃して外のやつを倒しに行けって。50だと？兵の半分だと？半端な数じゃあの魔剣に吹き飛ばされちまう。使ってんのは一人だ。倒してさっさと戻ってくればいいだろ。早く行けよ。やむを得ん。出るぞ。破る我が神よ、尊き天よりの導きよ。敵が入り込んだぞ。ヒュアキントスを直接狙う気だ。誰でもいい、止めろ。貴様、エルフでありながら同胞の里を焼いた忌々しき魔剣を使うなど恥を知れ。あいにく私には一族の恩衆より大切なものがある。友を助けるのが恥だというのなら、いくらでも甘んじましょう。強い。ひるむな、一気に行くぞ。
天よりいたり血をすべよ。深部統制普通の見た目バレよ、ミコト。タケンとこいたこ、すげえじゃん。覆面の冒険者、一体何で呼んだんだ。早すぎるな。何がですか。アポロン側の動きがさ、魔剣へのカウンターもミコトちゃんへの対応も全てが早すぎる。まさか誘導されているのですか。戦いの中で情報は武器だ。入手するのが早いほど最高の切り札になる。ただし、もしその中に毒が混ざっていたとすれば、全身に巡るのもまた早い。たった一滴の毒が取り返しのつかない劇薬になるぜ。ルアン、何をやっている。よっ、うまく化けたな。本当にお疲れ様、リリ。さあ行ってください。リリはもう少しかき回しておきます。おう、裏切りだー。なんとアポロンファミリアから裏切り者が出た。ルアンめはあ、敵がいつの間にどうやって入り込まれたのよ。そこまではたく、とにかくこの空中廊下を渡らせないわ。魔導士、詠唱準備。弓使いは前に。うちの合図で制裁を。敵対象は塔の上だ。行けベル。放て。燃え尽きろ、下法の技。待てよ。冒険者だったらこれでやろうぜ。なあ。すごいね、アイズ。アルゴノート君、大将のいる塔まで来ちゃった。でも魔剣があるなら最初からそれを持って塔に突っ込めばいいのに。ウサギ野郎はてめえの力でケリをつけてえだけだろ。オスだぞ、あいつは。なんたる醜態。アポロン様に顔向けできんぞ。団長様、団長様、ここから逃げてください。だがあれが単身攻め込んできたところで敵ではない。どうか聞いてください。お願いですから早く逃げて。黙っていろ。奴が入ってきたところを一気に叩け。だが殺すなよ。とどめは私が刺す。響く中二時のお告げ。塔へ急げ。な、誰だ。はあ、魔法が消えたぞ。やっちまえ。
られた。ここからは僕が、はあ、イカズチが昇る。ファイアボルト！バカだ、早すぎる。以前戦った時とはまるで、誰だお前は。我が名は愛、光の長寿。我が太陽にこの身を捧ぐ。離してください。放つ花凛の一刀、来たれ西方の風、アロゼクロス。エル様の邪魔はさせません。自動追尾。逃げられんぞ。ファイアボルト。ルベレ！デル様！あれを食らって生きているとはな。アポロン様のお望みなど申したことか。死ね。人は隙を見つけると動きが単純になることがある。私はこう教わった。とどめの一撃は油断に最も近いって。追い込まれたその先が一番の好機になる。